はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、ATV 群馬さん来てるんですけども、今ね、室内なんで、外の暗さは分かりませんが、夜でございます。そうです ね、はい、夜も皆さんまだ全然作業中なんですけども、はい、ちょっとね、今作ってる、こちらエブリ、はい、RS1 プラス、はい、電源システムでいいね、ここのことですかね、うん、はい、そうですね、はい、はい、それがね、新しくなったというか、はい、いろいろリニューアルしてるよと、そうですね、いうところでね、ちょっとそこら辺をね、根岸さんの方に解説していただきたいと思います。よろしくでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、このエブリの RS1 プラス、はい、大人気ということで。大人気ね。そうなんです。そうですよ、この車の前にもまだエブリあって作ってますよね、これね。はい、もうお客さんは、はい、やっぱりこの何、電気システムっていうか、はい、電源システムをつけられる人が多い、はい、この電源システムが、うん、どうも他でやってないみたいで。あ、そうなの。それでこれに感動されて結構来られますね。 RS1 プラスって、まあ、車両と、ナビと、はい、登録、まあ、ベッドとかね、はい、が込み込みで、あとほらオプションっていう話ですけど、はい、皆さんじゃあオプションたくさんつけられる、この電源システムください。でこの電源システムっていうのは、うんうん、基本的には、はい、車中泊って、うんうん、これとこれを車の装備から、うん、車の装備ですよ、はい、の電源を直、うん、車のバッテリーから供給したら、はい、朝エンジンかかなくなってしまうと。あ、そうですね、そこを切り替えを、うん、最低こことこの装備は入れましょう、うんうん、あれなんですよ、アイディアというか、うん、なるほどね、まあ、今エンジンかかってなくて、うん、これルームランプついてますけども、はい、そう、これはこちらが、そうなんですよ、このやり方なんですよ。電源が、そうなんです、ね、ジャグリーのポータブルバッテリーが動いてるよと。そうなんですよね、うん、まずですね、車から車中泊をしながら、はい、明るさがなきゃダメだから、うん、照明、はい、で照明を、うん、車の回路じゃないとこから撮ると、うん、それとテレビとか、はい、例えば私なんかのサイバーキャビンとかっていう、はい、ナビのね、うん、使った Wi-Fi 環境とか、うん、YouTube 見たいとか、うん、そのナビ自体を車のバッテリー使ったら、はい、多分1、2時間でこの車エンジンかかなくなります、うん、そうですよね。エンジン止めてでの使ったらってことでしょ。そうですよね、うんうん、そこのところを全てこのポータブルバッテリーで切り替えをしましょうと、うん、そのシステムなんです。なるほど、リニューアルしたよということなんですけども、なぜにまたリニューアルしたの。もともとだからリニューアルっていうか、うん、基本構造変わってないんですよ。変わってないんだね。ただ、うん、一つですね、うん、今後のですね、はい、よりいい環境を作るために、うん、部材を変えたんですよ。材料っていうか部品っていうか、はい、そうです。おそれはまた何故に。実は、うん、何件、本当に数件なんですけど、はい、シガレットのコンセントってありますよね、うん、はい、うん、そこにシガレットの、とんがった方、はい、ですね、まあ、差し込みますよね。差し込みますよね、うん、外部充電じゃなくて内部で、はい、走行充電とかするとき、うん、差し込みを、うん、入れ方の問題もあるか分かんないんですけど、うん、走行中にちょっと揺れて、うん、ちょっと接点が熱を持って、うんうん、もともとキャンピングカーの、はい、シガレットコンセントって、うん、プラスチックが多いんですよ。そこが熱の関係で、うん、少し歪んでしまって、うんうん、電気が使えなくなっちゃったとか。差し込みの時に硬いのもあれば柔らかいのもあったりするじゃないですか、はい、そうなんですよ。だからそれがなんていうの、動いてる時にこうなんかカタカタカタみたいな感じで。そうなんですよ。びっくりしたんですけど、うん、私どももいろんなメーカーさん、いろんな問屋さんからいろいろ取り寄せて、うん、それでも誤差があるんですよ、うん、ああ、なるほど。あ、そういうものなの。はい、へー。しかもシガレットのオスコンセント、あ、はい、オス端子はですね、うん、先っぽにバネが入ってて。そうですね。あとなんか頭へこむというか。そうなんですよ。なんかね、ありますよね。ええ、うん、あとまん丸つちんですよ。そう、ありますよね。なんか差し込みじゃないですよ、接してるみたいな感じで、接してるみたいな、うんうん、で相手が平らで、うん、点なんですよ、点、うんうん、そこがだから振動ですかね、はい、長く使ってると熱を帯びてくる、ちょっと歪んでしまうっていうことが 1,2、うん、件実は事例が出まして、うん、まあ、今後のために新しいシガレット、うん、と言いながら新しいシガレットじゃなくて、昔皆さん知ってるんですよ、シガレットって何って言ったら、うん、あれですよね、だってタバコの火つけるやつ。そう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 。だってあれって、はい、その先っぽが丸くじゃなくて、はい、なんかぐるぐるぐるっていうのがなんか渦巻き状になって、あれが温まって火がつくってやつでしょ。そう、その火がつくってことは熱に対して強いですよね。ですよね、うんうん、今のシガレットは、うんうん、
あの120ワット約10アンペア、はい、ぐらい、それ電源用なんですよ、うん、シガーソケットという名前の差し込みソケットみたいな感じですよね。そうそうそう。ところがこういったあのポータブル電源は最大10アンペアあればいいよって言っておきながら、結構引っ張って入れようとするんですよ、ね、あの充電の時ね、充電の時に、ね、それがだん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 分かってきまして、うん、ある時に、はい、だからこう接点がちょうど触れるか触れないかの状態になっちゃうと、うん、熱を帯びて中がこう歪んでしまう、うん、なるほど、プラスチックが溶けて、溶けるっていうわけで歪んでしまう、うんうん、まあ、じゃあそれを解消したよと。そうなんです、はい、どんなものを使ったかというと、うん、ちょっと見せたいんですけど、はい、うん、鉄タイプ、お、鉄なんですね。ってことは意外とメジャーじゃないじゃん、これがね、うん、どっちかっていうと、うん、過去のものっていうか、そうですよね、なんか今の話を聞いてると、そうなんです、うん、なかなかこれ買えないです。これを特別にちょっと用意してもらって、うん、鉄コンセントに変えてます、うん、変えてると、はい、まあ、まあこちらですよね、そうですね、実際ね、開けるとパカッと、あ、本当だ、はい、鉄になってる。過充電防止じゃないんですけど、うん、15アンペアの熱間ヒューズを入れてます、ね、はい、ああ、それヒューズね、はい、そう、うん、でこれはまあ飛び出たりとかするやつなんですけど、はい、まあ、復旧できるあの熱間ヒューズですね、うん、なるほど、はい、そういうのに、まあ、今変えたよと。そうですね、はい、はい、でこれが2ポート考えてます、うんうん、で2ポートは前にちょっと説明したかもしれないんですけど、はい、ジャグリの1500とかは2ポートの入力があるんで、2ポートでダブルでやるとですね、うん、はい、充電が倍になるんです。速さが倍になるっていうか、うん、半分の時間で、まあそうですね、2つから入るっていうことですね。そう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 、うん、ワット数が倍になるっていうかね、はい、あのそういうことをするためにこう、まあ2つあったんだけど、はい、まあ、ちょっとねその熱持ったりとかいろいろあるよということで。そうなんですね、まあ、だからそれに安全対策でヒューズもつけてるよと。そうです、本当にこれ一つ作るにしても、はい、全部コンピューターから全部切り出しから何から全部設計し直して、うんうん、あとこのバランス見て、はい、いろいろ、ね、狭い中でつけなくちゃなったので、うん、なるほど、1ヶ月ぐらいかかりました前紹介した時は確かあの一番最初のバージョンかな。そうですね、はい、あの今こうやって新しくなってるよと。そうです、いうところなんですけども、はい、前ってほらスイッチ3つあってパチ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 みたいな、なんか組み合わせでつくつかないみたい なんかゲーム大会みたいでしたけどね。あれ1個になったんですね。そうです、もう、うん、このポータブルバッテリーをエンジンかけない状態でポンと差し込むと、はい、こっち、うん、オールこれで電源が回るようになってんです。はい、だから、まあまあ、ポータブルナビと、まあ、ポータブル照明みたいな感じ あのスイッチ化。そうですね、になってるよ。そうです、うん、で上にすると、はい、あの、ポータブル電源で、はい、ナビと照明、照明、はい、でナビだけ切りたい場合ありますから、うん、あの下にすればそうになります。なると、あのポータブル電源、ポータブルの照明だけになります。はい、なると。で照明の調光スイッチはここにありますから、うん、はい、はい、つけてということなんですよ。で ね、根岸さんね、はい、お客さんからよく聞く話で、はい、カタログにね、はい、ポータブル電源接続回路とか、はい、なんか外部入力のコンセントとか、はい、追加し リアシガーコンセントとか、いろいろあるんですけど、要はほら、なんか電気周りのものがいっぱいオプションであるんですけど、ちょっと分かりづらいんで、あの一個ずつこう確認したいんですけど、はい、まずね、ポータブル電源接続回路っていうのはどの部分？これで言えば、うん、このスイッチのみです。あ、それしかつかないってこと？そうです。うん、そのさっき言ってた、はい、エンジンかからずに、あの接続できるような、はい、まあ、回路の部分。そうですね、うん、でこうやってあのシガコンセントが、はい、あのここだけじゃなくて、うん、前 の、はい、あのコンソールボックスの中にも、そうですね、入れてましたよ ね、うん、はい、うん、それも逆流防止弁つけたりとかいろいろ、はい、まあ、試行錯誤してる。ちなみにね、その、ポータブル電源接続回路を、はい、だけ選んだ場合は、はい、そこのパネルってどういう感じですか？そうですよね、うん、これ一応ですね、はい、あのこれをもう少し、うん、あの真ん中辺に持ってきて、うん、1個使えられるようにするか、はい、あとはまたお客さんの将来的な、うん、あの希望、うん、今つけないかもしれないけど後で購入したいとかって言えば、うん、そのお客さんに合わせてパネルを、うん、あの全部、じゃあ、お客さんに合わせて、はい、まあ、設計してるというか設置してるよと、1台1台ちゃんとそれ、はい、なるほど。でね、次が、外部入力 100V コンセントっていうのがその横のこれです、うん、これですね、はい、でここと、うん、ここにあるあれですね、あの外部つなげる、ね、外部つなげる、はい、ここのところが、うん、あの導通されてます、うん、だこれはあくまでも、はい、ドアを閉めて、うん、
外から 100V を引き込むのに、うん、例えばちょっと窓を開けたりとか、はい、この車からキャンプ場の中で離れる場合もありますよね。ありますよね、うん、でこういう、ポータブルバッテリーを、はい、この中で、うん、鍵閉めて充電するための、うん、ああなるほどね、外部でつなごうと思ってね、線出してたらどっか開けないといけないとかね。そう、あと、うん、あの防犯のためにもね、はい、はい、そういうことをするための、うん、ここから入力したものがここから出てくるっていう、出てくるということで、はい、追加リアシガーコンセントっていうのがこの2つ、この2つにしてます。はい、実は1つにしようと思ったんですけど、うん、ジャグリーとかそういうところの特性で、うん、2回路入れると倍、うん、ね、早くなると、うん、それと、まあ、1回路でもいいんですけど、うん、別のやっぱりあの機器を使いたいとか、うん、数が多い方がいいだろうと、うん、はい、そういうことで。なるほど、知ってみました。ちなみに、はい、この横についてる純正のこれも使えるのかな。これも使えますよ、うん、ただしこれはエンジンかけてる時だけですよ、うん、そうですよね、はい、あの普通の車 の、はい、あのシガーソケットという扱いで、そうです、そうです、いいのかなと。そうです、うん、で、なるほど、あ、ごめんなさいね、今言ったらもうちょっと語弊があるかもしれないけど、はい、これもそうですけど、うん、エンジンかけて走行中じゃない、走行中というかエンジンかけてないと出ないですよね。これなんですけど、はい、ここと違うのは、うん、アンペア数が違うんです。これは、うん、あの純正はだいたい 10アンペアまで、10アンペアですよね、はい、でジャグリー先ほど言ったかもしれないんですけど、うん、結構あの10アンペア以上、うん、引っ張ってくるんですよ、うん、あの10アンペア以内というふうに書いてあるような感じなんだけど、うん、私のは15アンペアの、はい、直接、うん、あのバッテリーから来てる、はい、要はエンジンかけると、うん、あの発電から来てる、うん、直電のシガーを、うん、走行充電的な、ね、そうですね、ことが、まあ、あの皆さん多分されると思うんですけども、はい、その時には、まあ、純正のね、その要は 120W より、はい、より、まあパワフルに、そうですね、出てくるから、はい、うん、それが欲しかったんですよ。私がいろいろ実験した時に、うん、時々、うん、こちらでやった時に、うん、はい、ちょっと充電がうまくいかない時が出たんです、うんうんうん、はい、なるほどね。皆さん、まあ、車を止めてる時に、はい、例えばね、夜とかでポータブル使って、はい、今度移動してる時充電したいんでね、そうなんです、ね、走ってる時にね、そうなんです、うん、でその時に揺れも出ちゃうし、うん、はい、あのその時に接点が熱を持っちゃうっていう問題が出て、うんうん、今回ね、改良してスチールのタイプに改良して、はい、でしかもね、安全対策ということでね、あのちゃんとヒューズつけてと、そうですね、うん、じゃあますます良くなって、そうですね、いってる RS、はい、今回あのエブリワゴンですけど、はい、バンとかアトレとかでも共通、共通です、うん、あの形はちょっと違うかもしれないけど、はい、このスタイルはこれから の、うん、あの私どもの、はい、スタイルにしていきます。なると、はい、まあ、あのどの車にもね、はい、こういうようなあのシステムつけれるんで、そうです、まあ、お客さんの要望に合わせて、はい、いろいろ選んでみてはというところなんですけども、はい、ネギスさんところのお店さんにデモカーはある？デモカーありますよ。あります、はい、じゃ あの来て、はい、見たりとかすることも可能、はい、もちろんです。車種的には何があるの？ね、エブリーありますよね。エブリワゴン、エブリワゴン、はい、それとアトレがあります。アトレがあって、はい、まあ、あの大体今のね、人気車種、はい、2つでございますんで、そうです ね、あの気になった方はぜひ見に来て、いろいろね、ベッドとかそこにもね、触ってみてというところで思いますんで、はい、そうですね、はい、ここで作ってますから。そうですよね、そう、会社の本当に作ってるところで工場長もいますから、はい、はい、まあまあそういう形でね、今日はね、 ATV 群馬さんから、はい、新しいというかね、電源システム、はい、はい、皆さんにご紹介いたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。